石垣カフェ、石垣カフェとは、京都大学で2005年に行われた、学生運動、及びその過程で作られた、仮設構築物のこと。2004年秋、京都大学は、本部キャンパス北西端の百万交差点に面した、石垣を撤去して、歩道を整備することを発表した。しかしこの石垣は、伝統的に学生が学内でのイベント、部活動、サークル活動、 政治的主張等に関する建て板を置く場所として使用されており、学内から撤去反対の声が上がった。京都大学は反対派との話し合いに応じないまま工事を強行しようとしたが、2005年1月、反対派の学生が石垣を占拠して、単管の矢倉を建造、撤去工事を妨害する実力講師に出た。学生たちは矢倉の2階、地上5メートルで、 石垣カフェを開店した。石垣カフェは24時間営業で、コーヒー、紅茶、ココアなどの飲食物を再三度返しの50円で提供した。石垣缶バッジ、石垣 T シャツ、石垣絵はがきなどの石垣グッズも販売した。カフェの天井にはびっしりとチラシが貼られ、壁は片面にしかなく、中心にこたつが置かれていた。石垣カフェは最初こそキーの目で見られたが、 やがて百万う交差点の日常を風景として定着し、毎日学生教職員や近所の人が数十人程度訪れた。矢倉の上でロックコンサートをしたり、通りすがりの副学長に節分の豆をぶつけたり、二次試験の回答速報を絶叫したこともあった。同年四月には学生有志が石垣カフェの裏手に単館の長屋、石が気量を建造し、 一部屋二万円で入居者を募集した。石が、寄量には二条一件の個室が7部屋あり、兄弟生や美大生など10名程度が入居した。5月、工事の延期を余儀なくされた大学側は学生側と話し合いを持った。工事の延期に伴う医薬金など問題が山積していく中で2005年8月4日の3回目の話し合いで大学側は 歩道の整備に関して、学生側の提案した折衷案を採用し、学生側はカフェと長屋を自主撤去するという合意がなされた。学生側の提案は、石垣や樹木を保存しつつ、歩行者や車椅子向けの森の小道を設けるというものだった。最後の3日間、石垣カフェは、路上ライブ、路上講演会、路上盆踊りなどのイベントを連発し、8月16日、 大文字の送り火が消えると同時に、ホタルの光を流しながら閉店した。2006年3月31日、両者の合意した計画のもと、本部構内100万ウーモン改善整備が竣工し、100万ウモン、南東角に面した新100万ウーモンの他速度が完成した。当時の副学長は、メディアの取材に対して、有意義な話し合いができて、 お互いが、まあ納得できる線で決着できたというのは非常に良かった。私はね、やっぱりどこか学生が好きですねと発言している。大学側の大人の対応と報道された。ありがとうございます。